辰野市神社は、奈良県奈良市郷町にある神社、元神宮神社と呼ばれていた。神後慶雲2年、武見和の地が、鹿島神宮より、春日大社に遷座した後、愚部した、中富の寺風、秀行は神託により、西南の方へ神木を投じ、その落ちた辰野市の地を居所とした。自風らは、春日の神木を数形し、この地に放災したのが神宮社、すなわち、 辰の一神社であるという。春日社記録の研究9年4月22日の、ジによると、春日大社末社の君屋社の宮殿を上とされている。また、家庭2年の仙宮においても、本社、第2殿を配慮している。天正年間に、松永久秀と、筒井純慶の戦火に遭い、南門、拝殿、神楽所渡る殿など社殿が、ことごとく消失した。 その後の慶長の乱などもあり、神楽もほぼ一時中絶した。神事は、今日は2年から最高かつては、東屋渡りなどの祭事の際には、甲冑騎馬姿で参道を渡御したと伝わる。社殿境内は明治から大正にかけて復興され、鳥居は1919 19年10月に再建。鳥居の両側に、神宮社と刻まれた、天保4年の石道路がある。 春日大社のニシンをお祀る。ありがとうございます。